はい、どうも皆さんこんにちは、ノアです。今回はですね、最新版ゴッドボス、魔の侵略者編第2話、正義と邪悪の対峙、行ってみたいと思います。まあアニメの後って感じかな。仕方ないじゃない。超時空トーナメントのダメージが残っているあなたたちでは到底勝つのは無理よ。あ、だから逃げたのか。いやこれアニメさ見たんだけど見てないのよ。あのねちょっと内容がねうんっていう感じだったんで、ザラッとね見ましたよ、ただねちょっと内容が薄かったな今回は、もうちょっとねアニメに力を入れてほしい。まあねシナリオ的にはゴゾットっていうねわけのわかんないね敵がまた出てきて、でそう神様とかを吸収したり海王様とかあとご飯とピッコロも食べたとか言ってね、どんどんこう仲間たちがこう食べられていって、でさそのオゾットがね変身能力っていうのがあるんですよ。まあ、これ昔の、オゾットもねどうやらそうだったらしいんですけど、で変身できるらしいのよ戦士たちにね。でなんか前回17号と18号になんか化けてたんで、まあ多分この先またねベジータとかにね変身してくんじゃないかなとは思うんですけど、いやこれねやはり神の素質がある竜族は格別ですね。いや本当に早く倒してほしい。最後にこの星をいただくとしましょう。おい、おじゃった。お、やめくせのみんな。あ、ここで気出しになるんだ。今度は前のようにはいかんぞ。おー、ガチだね。こっちはフルパワーズ。おお、これは凄まじい。しかし、今は分裂状態にありまして、力が分散されて本来の力を発揮できません。そこで、一旦私はここで引きます。そして、招待しましょう。我がオゾットの館へ。オゾットの館？ただし、この者たちを倒したら、ね、これが…では、オゾットの館でお待ちしていますね。新しいミッションが解放したぞ。やったな、宝箱から。一方、海洋深海では、はい、超フルパーサイジ4限界突破ですね。いやでもこれで勝てないってさ相当強いと思うんだけど。待って、今のセルか。おー、いやこれで勝てないってさ、凄まじい力、やはりあなたたちの力が欲しい。いやーマジでやめてくれ吸収は。本当にこれが、いや本当これで吸収するとか始まったら萎えるよ。いやでもなんかさゼノだから怪しいよね。これで合体してその後になんか吸収されてさねえゴジータかっこオゾとかなりそうで怖い。はい、まあね公式も過去のね暗黒ゴジータの一件があるからそれはないとは思うんですけどね。さあ必殺技はトリニティクラッシュでいきたいと思います。この技なんですけど今現在におけるシェンロンのお願いの、まあ、最高峰というか、まあ、一番最後にね覚えられるウンジュンウンガイムの必殺技なんですけど、エナジーが5に対して係数が9あるみたいです。いやごめん9っていうのは分かんない、あのバーニングアタックよりも係数が高いんだって。でバーニングがエナゴの係数8でしょ。でそれ以上ってなるとまあ9か10じゃん。でも5で10ってありえるのかな、まあ分かんないですけど、まあ、一番今現在ね強い技っていうことで、はい、ちなみに海王神アバター使ってます。これねちょっと海王神がね最近めっきり動画で出なくなっちゃったんで、やっぱねかわいそうだなと思って、まあ、ミッションモードだけでもね海王神アバター、使ってます。でもうちょっとでこれ極みになるじゃん。でねあのいつでも極みスタイルにはできるんだけど、ちょっと生放送とかでやりたいなと思って今ねちょっとじらしてます。私を倒せますかね。できれば生で覚醒させたいなみたいな。あてか相手普通にオゾットだし。おお普通にオゾットなんだ。
うわ出たー、おやじ出たー、うわこれは取られたくないな。魔人のやつアビリティエナジーがたまらない、超イニフジのみ。さああとは戦闘力バトルに勝利して圧倒しろ。いやーマジかー、それ系ね。戦闘力倍率を映像で無効にする、うそー、融合が早く置き物になるという、ひどいったマジで。いや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 、どうやって先行取んの。え、1,2,3,4,5,6,18,000、あ無理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 、あ無理じゃない、あ19,000出てるし。いや待てよ、気絶しない、しかも全員アタッカーにしていいんかなこれ。うわマジでそういうことしてくるんだもんな。いや取れるっしょ、タイヤ場も腐ってるしねこれ。いやーひでえな、カードが2枚ぐらい死んでるね今回。50も死んだね、うわーキモいな、なんでエナジー6個で2万なんだよ。出たー、もう話にならないって言われた。いやー5000クスか、いやもう初見殺しすぎだろそれ。なんだよそれ、小手線も使わないんじゃさ。まあでも融合は合ってるかもしんない、気力がものを言うんで。いやいらないかな、まあ、融合と黒衣の天使の方とかなんかそっちの方がいいかもね。要はあれでしょ、気力をいっぱい回復させるでしょ。1000以上受けないって言っても、まあ、流星だと思えば。うわーそういうワンドか、あーマジで強い、それはそれはマジで強い。敵のポットリモコン充電チャンス発生、うわだるすぎよちょっとマジで。勝ったらどうなる、いや敵の回路紙いいね、やばいポットリモコンが来る、あ勝つとなんもないんだ。いやでもこれ 30% 軽減もきついよ普通に考えても。うーわーマジでいってる、いやきついよ。これで 30% 軽減また、いやまずいな、なんかカチカチ遊具みたいな感じになってきてる、強固な守りの上位互換みたいなそんな感じか、まあ、ダメージも上がってんねちょっと。いや強い、しかもこれチャージ勝利時って書いてあるから防御でも発動するんじゃない。さあどっち、どこへ行くんだ。お前と一緒に避難する準備だ。うわ今こそ復讐の時だ、すごいなそれ。なんで紫押してくんの、そうヤジーにしてやられたな。これエナジーゼロ、エナジープラス10で、ゴッドメテオみたいなやつあるね。うわそれってことは多分なんだけど、アタックエリアをこう使わせなくしてサポーターもなんかあるんじゃない、これかける3000ダメージとかさ。いや絶対持ってるよね。はい、ガード向こうは何も対応しないんだ。いやでも軽減が硬いな、ちょっと軽減が硬すぎますね今回。しかも1000以上受けないんで先行を取るしか勝ち筋がないんだけど、先行の取り方がないっていう。一応7000制限かけてみて、でもそうすると失熱のゴッドメテオが追加なんだよね。どうしよう、そもそもこれマジたまんないじゃん。いやファラガス最悪だわあいつ。あでかい、いやでかいでかいでかい、ベジータマジで。でも次先行取らないともう一生取れないんで。あ嘘、それも1000なの。うわ待ってこれ嘘でしょ、は流星じゃないこれ、上位互換だわ。
まさかの全部選手が受けないらしい。カードアクションもポットも全部。いやそれはやばいね。したらここは絶対先行取らないとやばい。まあ、とりあえずこれしかないよね。7000は、まあ、ちょっと出るけど、いやこれどぎちな。7000は出んだけど、いやでもこれしかないんだよね。もういやもうマジでこれしかないです。いやーきつすぎだろう。まあ、これは効くでしょう。もうマジで何これ、もう無理ゲーだよそれは。え、制限使っちゃダメな。どうやって先行取るの。2万以上毎回出せってことは。あ、もうキモなジオゾットのセリフがキモい。セリフがキモいわ。勝った気でいるんですか。気持ち悪いマジで。転送はでも使えるのかな。あ、転送使えんだ。いや分かった。これはあのロックオンでね、このジオゾットをまず貫通にします。で貫通にしたところに対してこう中5時とか、まあ、今の5時板の転送みたいなのでこう火力を稼いでいけばいいんじゃないの。でその際に、あ、もっと分かった。1ラウンド目セルゼノとかで1枚出しして、2ラウンド目で転送とかさ、あれで決めればいいんじゃない。だからその記録回復だよね。んー、だってさ、ラウンド終了時に長弾を送るんでしょ。で2万以上どうやって出すの。絶対無理じゃね。確かに。え、どうやって出すんだろう。制限なしで。そんなことある。どうやって先行取るのこれ。2ラウンド目の先行の取り方が全然わかんない。まあそうなるよね。いよ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 、おかしい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 。もう書いてあることがおかしい本当に。あーでもなんか、うん、そんな食らってない気がする。いや3000か。まあ技食らってアウトって感じだよね。ガードもないし。いやどぎついな。記録回復、記録回復、ラウンド終了時記録回復。いやだからそうだよね、記録回復とかじゃないのか。だって終了時に記録長弾ってこれ絶対回避できないよね。先行取らないと。そう、これこれこれやばくない。それがあるせいで2万出ないのよ。で小手線と倍率が無効だから、どうやって先行取るのこれ。嘘だ。絶対嘘。いや絶対嘘だって。だったら気力回復させとくか。一応あんま意味ないと思うけど。で海洋神のフリーズアタックがあるから、これで戦闘力をこう半分にして次先行取れんじゃない。ギリギリこの戦闘力が固定じゃなければね、2万、これが固定じゃなくて戦闘力倍増系だったら、まあ、自分のこう理論上次先行取れるんですよ。1万ってこいつがね。でこっちが多分1万以上は絶対出るんで、それでもう先行取って次のラウンドにかけましょう。でここなんだけど、まあまあまあ休戦協定と国威がね、そう効いてるからめちゃめちゃ硬いの。はい来たー、フリーズアタック。いやここに来て海洋神が強いよ。お、いけるかも。いやマジでいけるかも。あとは問題なのがこいつのこう軽減とガードなんですよね。ちょっとそれを無効化できるカードがないんで、うーんって感じ。ガードは消せても軽減があるから。うわマジで、嘘でしょ。いや硬すぎじゃね。ガードゼロでこれ。いやガードゼロでこれ。いやそれもやばい気がする。この状況においてスマビリティ刺されすぎ。絶対技打てないじゃん。え、マジで突破方法わかんないんだけど。あ、わかった、宇宙人パワーだ。持ってきてないんだが。もうここに来て宇宙人パワー固定通るしね。うわ宇宙人パワーか。オッケー、ちょ
ちまあ一応ロケ班だからね今回は。まあ一応やれるとこまでやろうか。スパーの均衡もあるのか。あやっぱりね、はい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 、まあ、戦闘力倍率確定なんで、相手チームの戦闘力を、おおおお、あ嘘でしょ、え待って、あそっか2万以下だった、あ2万以下か、あそういうこと、やばいやばいやばい、ガチやばい、このステージ2万以下にしちゃダメなの、はぁ、あちょっと無理っす、これは無理、あと2万ラウンドあっても無理絶対勝てない、はい、ということでね、まあ、初見殺しの中でも相当ヤバいですね、こいつは今までの初見殺しの中でも相当ヤバいっす。で10倍ダメージで、まあ、完走するよね。でこれもヤバい、どう考えても、いやーいや意味ない意味ない、何が効くんだろう、2万以下にしちゃダメってことは、え、これ絶対無理じゃない？なんか理論上だってさ、2万以上出せないのに2万以下にできないんだよ。え、どうすりゃいいのマジで、え、意味わかんないんだけど、ロード制覇もダメじゃん。だからその2万以上普通に純粋にね出さなきゃいけないんだけど、ラウンド終了時の記録超ダウンがあるから絶対に1万9000止まりになっちゃうんだよ。バトルアプリのチームボーナス効果で、やばいってそれは、やるじゃないか、すまん、海洋支援お前解雇ですわお前解雇ですわ、すまん、タイヤまで勝ちたかったけどちょっとね、あまりにもね、いらなすぎたんでちょっとね、デッキも大幅に変えて、いや、成功するかわかんないけど、これで2ラウンド目で先行を2万以上絶対出して取る、はい、で、必殺と固定で倒す、いろいろ考えましたよ、あれから。で、どう考えても海洋神話バターの出番がないんで、ちょっと今回ノーババということで、理想的にはまあ1ラウンド目で体力をこう半分以下にしてもらって、まあ、ゴールデンフリーザーを発動させるっていう、いやこれ多分ね、2万以上出せれば余裕なのよ。で、これ消えてるんだけど、ゴジータは貫通6本目に入ってます。なので、まあ、悟空もバーナクも全員そうなんだけど、貫通っていうか、戦闘力要因固定とか全部消えてるけどさ、戦闘力これで半分以下いって、お願い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 、宇宙船ポットが落下してくるぞ、お、行ったんじゃない、来た、行ったね、半分以下、よし、勝算あり、オッケー、流れは最高、わー、神調整じゃんこれ、あーもう完璧だね。で、先行取った理由もう一つあって、ゴジータの超撃でこれ戦闘力をね、1.5 倍にし、自分チーム全員の記録を大幅に回復するなんで、何だ今のダメージ、あぶねえ、なんだ今の、そうこれがやりたかったんだよね、先行取ったおかげで気力がね後から回復するんすよ、それはいいんだけどさ、今メテオで1万4000って見えた気がするな、どういうことなの、本当に勘弁して、よし行こう、きたーきたー完璧や、完璧だ、もらった、いやこれはもろだね、バーダックもあるし、いやこれ完璧じゃね、きたー、激怒最高、うおー、しかも大成功、熱い、完全に来てるね流れが、はい、でカーダクションも使えるし、最後とどめの、まあ、ゴジータのね岩盤クラッシュがあるんですよ、これ。いや、今回いけるかもな。ちょっとメテオはビビったけどね。
はい、来たー。かっけー、激怒。あ、激怒最高マジで。ちょっと1年ぶりぐらい使ったけどめちゃめちゃいいね、やっぱこのカード。あー、来た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 。で、ちなみになんだけど、これも考えたんだけどさ、2ラウンドで VR 召喚できればね、その VR で戦闘力2000出るじゃんっていう戦い方もあるなって思ったの。はい、あ、5日目もあんの。いや、熱い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 。でかい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 。4000個点もでかいし、あとはチャージだね。ドン、よし。まあちょっと弱いけど、まあ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 。で、来た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 。いや、これが強えんだ。来た、よし。さあ、銀河王鵬いくぜ。さあ、今のバーナックのダメージが、あの1ラウンドで食らった分全部ね乗っかってるんで、つまり、まあ、2万ぐらいは上がってると。で、自身のアビリティもかかってるんで、なんかちょっと硬い気がするけど、まああれですよね、固定5000も入ってるっていうことなんで。あ、でもなんか硬くね。おお、完全に波が来てる。すごいな、たくさん充電できたぞ。いや、これもでかいっすね。気分チームの攻撃終了後に宇宙船ポットを落下させることができるぞ。激怒も4000個点あるし、バーサーカー決めれば勝ちって感じ。いや、これ奇跡的に残ったからマジでいってほしい。正直1ラウンドで半分以下ギリギリかなとか思ったのね。そしたらね、なんか知んないけどメテオで1万4000入ったんで、多分メテオに何かの倍増が乗っかってたんだろうね。あれかな、チャージに勝つたびに2倍みたいな。かっこいい。うん、弱っ。え、なにこれ。え、なんで。え、貫通にしてんのに、なんで。おー、熱い、最高や。え、なんか硬いね。まあ、でもこれは固定入ってるからいったでしょ。おー、しかも覚醒バーストゴールデンフリーザで、さあライバル同士の競争でいくつ入る。おー、強い。あー、いいっすね。あー、勝ちた勝ちた。いやー、エグかったなこのステージ、マジでマジエグかったな。初見じゃ絶対無理だよこれ。まさかのさ、戦闘力倍率と補給戦どっちも封印とかいう、しかも気力ダウンと2万以下にできないとか、どういうことみたいな。そう、これだけで飛ばせるんじゃない。なんかバーラ強いねー、これが強いんだ。全部持ってくでしょ、ほら。おー、さすが、逃がしませんよ。さすがや、やっぱワーダックですわ。ミッションでも強い。あとこれもいいよね、ベジータ4ミッションで強いし、対人戦でもね大活躍ですよ。だからこういうカードをおすすめにしたい。ドン、チェックメイト。しゃー、ということでね、いや今回はね、まあ、初見ゴッドボス、魔人オゾット実体化ということでね、まあ、メテオミッション2段にしてこの、ね、普通のオゾット出てきたんで、まあ、次あたりね、まあ、変身するのかな、ちょっとミルドランスみたいな形態に、ね、なるのか分かんないんですけど、いや本当は1回できたかったんだけどね。あなたたちは合格です。しゃー、言わせたぜ言わせたぜ。あなた方を案内し、おお、ついに。そんな悠長なことは言ってられん。王族この館はいわば私の本拠地、そこに行けば私の本領を発揮できる。本領、うわーうわー、出たよ、出たよ。それに吸収された者たちを助けたくはないと。え、分裂してこの強さな、みんながいるっちゅうか。で、吸収もあるでしょ。やばくないオゾット、普通に考えて。あなた方には道案内を置いてみた。さあ、追ってらっしゃい、待っていますよ。待ちやがれ。オゾットってさ、そんな強キャラだったっけ。なんかあれか、神とかを吸収してこう強くなったんかな。ヨーファーと浮きながら不気味な光を放つカードが
残されていたメテオミッションサンダーへ続くということで、はい、金宝箱は多分アプリが、はい、入ってますね。どんなアプリなんだろう。2ラウンド目敵チームヒーローエナジーが戦闘力で2個以上アップしなくなる。おーおほー、はあ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 、あジングル村大会の戦闘力バージョンみたいな感じかな。いやぶっちゃけ海洋神にさあれ入ってないんだよね。あどうしよう、待って、戦闘力で上がらなくなる強いね。でもさ、いやカチカチいらんかな。これ結構強くない、言ってること。強者の威圧アプリがないのか、このデータには。カチカチマジで使わないからいいや、これいらない、マジで使わない。はい、一応入れていきます。まあステータス死んでんだけど、まあこれは振り直せば OK でしょう。はい、ということでね、まあ強者の威圧アプリとかがねない方はこれちょっとぜひ取ってみてください。ちなみにアビでは上がっちゃうんで、まあもしね使うとしたら、ゴジータとかのさ、なんか2ラウンド目でエナジーがアビリティで上がれなくなるっていうカードがあるんだよね。威圧するオーラみたいな。あ、そう、威圧するオーラで、あれとか使えば、まあアビリティでエナジー上がんない、戦闘力で2位までしか上がらないっていう、ちょっとねちょっとしたコンボができるんで、うん、使うとしたらそんな感じかな。はい、で1ラウンド目調査機ピッコロかけとけば、まあ2ラウンドはエナジー潰せると思うんで、何かしらね使い道はありそうなアプリだなと思いました。はい、ということで、じゃあ残りね海洋神も経験値がね63,900っていうことで、もうね目前なんで、ちょっとこれはまたどっかのねライブでご披露したいと思います。ということで今回の動画もよろしければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画でお会いしましょう。今日のノアチャンネルは終わり。また見てね。